覚えのある太刀筋だ。こいつ強え。多分俺たちよりもな。あなたは主婦のすか。死神の主婦のす。ルカ、覚えてるか。あの、その。アスラか。あの、僕、ここと同じような戦場で、あなたと戦って、あなたを倒して、その。勘違いするな。俺は俺の仕事をするだけだ。仕事って、僕らを殺すことなの？野営地奇襲の目的は領職の焼き打ち、そして正規軍指揮官の暗殺。戦場からガキや女を追い散らすのは契約に入っていない。だから邪魔立てするな。待って待って、ねえ、前世の恨みで銃向けてんじゃないのよね。だったらさ、話聞いてくんない？断る。言ったはずだ、ガキとのおしゃべりは仕事のうちに入っていない。俺は仕事熱心な方でな。いいじゃん、ちょっと聞いてってば。私たちさ、前世の記憶を持った人に会って回ってんのよ。よかったらさ、一緒についって全然そんな気なさそうね。参ったな、こりゃなどと緊迫した雰囲気など気にせずに登場する俺。いやいや、楽しそうだね。こういう楽しそうな光景に嫉妬の念を覚えちゃう俺としては全てをぶち壊したくなるわけでして。何こいつ、あんたの知り合い？アスタ、貴様は奇襲作戦のメンツには入ってなかったはずだな。おっと、人の工場を遮る礼儀知らずのバカ発見。罰として殺しちゃっていい？脳内裁判で問答無用の惨殺刑でいいと判決をいただきました。いただいちゃいました。緊急時なので控訴は却下だポン。貴様、何が目的だ？略奪でもしに来たか？さてさて、問題です。俺は何しに来たんでしょうか。1、花を摘みに。2、夜空が綺麗なので散歩。3、奇襲部隊への伝令。いやいや、しかし3番。ブブー、まだ問題の途中です。正解は4番。手応えのない雑魚殺しに飽きてリカルド氏を相手に楽しもうかなと刃物持参で表敬訪問でした。貴様、傭兵部隊の面よむしめ、
いいだろう。軍法に代わって俺がお灸を据えてやろう。あのルカのおバカ、ほっときなさいよ。そうだぜ、逃げるなら今しかねえって。行けガキども。あの、はい、すみません。では、ここまで来りゃ安心だろう。しかし、何あいつ、リカルドって人。違う、あの気持ち悪いやつ、なんか鳥肌立ったもん。変なやつだったな。イリア怯えて震えてたぞ。しかしでも、なんだろうな、あのハスタってやつだが、初めて会った気もしねえんだよな。そうなの？でもあんな強烈な人、一度会ったら忘れたくても忘れられないと思うけど。鏡見なさいよ鏡、きっと思い出すんじゃないな。似たような顔が映ってるかも。ほう、言うじゃねえ。ってことは俺も鳥肌もんか。行ってしまうの？あ、うん、逃げるなら今しかないと思う。そう、寂しいな。一緒に来る？ゲッ。また二人の世界かよ。いい女なんだがな。うん、ごめんね。はあ、つまんね。そう、残念だな。ほっぺかよ、ぬるいぜ。また会える、きっとまた。ああ、あのさっきのは、その別れの挨拶。いや、俺は別にどうでもいいんだがよ。そろそろ行こうぜ。そうですわね、参りましょう。スパーダさん、あのルカさん、あのご婦人を追っかけてってもおよろしいのですよ。ねえイリア、その口調超不自然だよ。さっきのはそんな大した意味はないんだってば。そうよね、全然珍しくないよね。あんたとスパーダがやってたって誰もなんとも思わないもん。どんな状況だよ。うわ、お前も想像するな。ああ、もうとりあえずここから出よう。ふんだ、先に行くからね。プリプリしすぎだぜルカ。ほら、イリアなら見てないぜ。あ、ダメだ、顔がにやけちゃうよ。僕、女の子にキスされたの初めて。だろうな。さ、とっとと顔を整えろ、行くぜ。次はどこに行くんだっけ。なんだか疲れてきちゃったな。